賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今日はねちょっと趣向を変えてね、はい、こう立ってテーブルに2つものが置いてありますよ、ありますね。何ですかこれ。これ何ですか。いきなり来ましたけども、はいはい、こちら触ってもいいんですかね。触ってもいい、大丈夫だと思いますよ。これはお茶碗ですよね、でも普通のお茶碗と違ってここがちょっとつながってますよね、うん、これはだからかけて、はい、それを金継ぎって言うんですけどね、はい、金でつないで、まあ、元の形にした、そうですよ ね、 こ、 うなってますよね。これは実はねあの東北ね被災された方々を、はい、まあ、助けようというオークションが開かれたんですよ、そのオークションの時に出品された作品なんですけども、はい、こちらがね有名な、まあ、両方ともそうなんだけど、有名な陶芸家の方 が作った作品の破片、ね、ちょっと失敗したようなこれをくっつけてこう作ってるんですよ、その作ったのはこれがまた有名な某建築家の方なんですね、はい、だ言ってみればこれ再生アートっていうやつですよ、はいはい、この再生って言葉は、まあ、再び生きるとかね、あるいは再び生かすとか、そういう意味では今の日本にとってものすごく大切なキーワードだなって気がしますよ ね、 ね、はい、というわけで今回は、まあ、元気がないと言われるこの日本をどう再生すればいいのか、はい、このアートを作った、まあ、我が国を代表する建築家のお一人でいらっしゃいますあの方と考えてまいりたいと思います。我が国で一番広大な国立公園瀬戸内海、この美しい景観を誇る瀬戸内の島々で3年に一度開催される現代アートの祭典瀬戸内国際芸術祭、その発端となった島直島はかつて工場から排出される廃煙の影響などで緑が失われたハゲ山だった。それを憂いた岡山出身の実業家、株式会社ベネッセホールディングス会長の福武総一郎氏の要請を受けて25年前から瀬戸内の島々の再生に尽力してきた建築家安藤忠雄、芸術祭の会場となる瀬戸内の島々にこれまで地中美術館、ベネッセハウスミュージアムをはじめとする数多くの建築を誕生させてきた。1868年の明治元年っていうのはまだ坂本龍馬は1867年に死ぬんですけども、その人たちは外から日本を見たいと思って頑張るんですね。今の人たちは日本のこのぼーっとした社会がいないで外行かないんですよ。もっともっと外へ出ていかないと。今日本が世界中にダメだダメだって言われてますけども、これは日本人が外から日本を見ないからです。日本人はもっと外から日本を見て日本から外を見ないといかない。芸術祭が開催されると瀬戸内海の島々を目指して世界中から年間100万人を超す人々がやってくると言われている。 very not symmetric. The step are very different from usual architecture. I think it's perfection between building and nature. It's perfect. It's just perfect. It's really good. Very still and quiet and peaceful.I feel a lot of serenity here, like I can not move for a really long time and find a lot of peace that I can't find. 大阪を拠点に国内海外で活躍する建築家安藤忠雄の提言する日本再生への道とは。ゲスト建築家の安藤忠雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、直島、瀬戸内海の島ものすごい人気ですね。まあ、私福武さんに頼まれて、ここを世界の文化の拠点にするんだと言われて1988年25年前に行った時に、これはあかんと、これ難しいですよと。萩山、海は汚れている、村は寂れている、大丈夫ですかと。いや、思いが強ければいけると彼は言ったんですよ。で、私はこの人の情熱ちょっと異常だなと思ってついていくことにしたんですけども、彼はよく頑張りましたね、さて番組冒頭でご紹介しましたこの作品ですけれども、これちょっと説明していただけますか。これね、前の総理の細川森郎さんが東北に瓦礫の山を積んでですね、その上に募金で苗木を植えていって防潮堤を作ろう、やってますね、鎮魂の森みたいなもんですね、森を作ろうと
いう計画があるんですよ、でそれをやり始めて細川さんがみんな作品を出してくれと、その作品をオークションにかけて、その費用を全部その森作りに使いましょうという計画が出たの で私も考えまして、細川さんあの器が相当高いんですよ、茶器とかたくさん100万円ぐらいするとかね、大変高価ですよ、でそういうのをしてたんで、細川さんにあの細川さんが失敗したやついっぱいあるじゃないですか、それを送ってくださいと、どうするんだというから、それを再現します、再利用して新しく命を帰らせると言いますのは、あの東北も瓦礫を積んで森にしようという計画ですから、細川さんの瓦礫をもらって、で私はこれを作品にしたわけですよ、でもう一つは器でまだ残っているものがあればそれを金継ぎしよう、タイトルは細川守弘さんの失敗作を安藤忠雄が蘇らせたというのでいいかと聞いた、それでいいと、それでいいというので、これを作ったところですね、オークションにかけたら140万で売れたんです、すごいですね、一回ダメになったものを蘇らせるという考え方は細川さんのであってますが、今日本の社会随分へこんでますよね、そうですね、これを蘇らさないかと、まあその安藤さんが考えるね日本の蘇らせ方、この辺今日じっくりお伺いしたいと思います、お願いします、よろしくお願いします。安藤忠雄は1941年双子の兄として大阪で生まれる、中学時代に数学教師の熱心な指導と大工さんのひたむきに働く姿に感銘を受け、後に建築家を志す、高校時代にプロボクサーデビュー、経済的事情から大学進学を断念し国内海外の建築を見て回る、その後独学で一級建築士試験に合格、28歳で設計事務所を設立した。まあしかし安藤さんの人生面白いですね、旗から見てるとプロボクサーになったりそう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 、やっぱボクサーじゃ食えねえって感じだったんですか。いや中学校の時に、私の家庭の経済的では大学行けないなと思ったんですが、あんなも高校もいいんじゃないかと思ったんで高等学校行きました、で2年生の時に近所にある、まあ、大阪の京橋というの近所でボクシングジムをこう覗いてたら、喧嘩してお金もらえるのと素晴らしいと思って練習に行ったら1ヶ月でプロになったんですよ、であれね4回戦はね喧嘩ですからね、勢いと体力と思いがあればある程度いきます、ある程度4回戦です、6回戦がギリギリですよ、その当時ファイティング原田というのがいたんです、それが練習に来たんですよ、これはもうね圧倒的に強かった、別物で、別物で、ああ違うというものはこういうもんだと思いまして、でまあやめましたけど、先日もファイティング原田さんに会ったら久しぶりやなと、ミット持つから叩いてみろと、どうでした、言おうとするでまだいけるんじゃないかって大笑いしました。まあだけどそのボクサー人生からね今度、日本回られましたよね一回、それはね大学に行けなかったもんですから、23歳になる時に一人の修学旅行をしようと、で大阪から高松行って船で行って、で四国回って九州回って広島へ行った時に戦争というのにドキッとしまして、これは大変だなと、でまず最初に高松行った時に丹下健三さんが作った香川県庁舎という立派な建物なんですが、この建物を見て日本の伝統と歴史を感じると、日本の技術感じると、で丹下健三の想像力を感じるというのに感動して、やっぱり建築家になりたい、みんなが一流大学出て建築家になろうとしているところに大学も出ずに専門学校も行かずに学問がないもんですから、なら自分の原点作ろうと思って東大寺や法隆寺行くわけですよ、あの壮大なスケールのやつをあの時代で作ったやつがいたのかと感動します、20代で、そしたらやっぱり60代50代でなんかうまく仕事がうまくいかなかったらそこへ帰っていくわけですよ、自分が20代で志を持った時のことへ戻るわけですよ、まずちょっと元気出るんです、やっぱりあのみんな元気の出る源いるんですよね、だからその原点が大仏殿だっておっしゃってるのはそこがあるわけですね、そこへ何回も行くわけですよ、で若い頃はもうよく行ってました、このぐらいめったに行きませんが、
行くたびに20代のことを思い出します。それで日本を旅行した後、今度はヨーロッパも行かれてますよね。でね、1964年にオリンピックあります、65年からね、一般の観光客も外国行けるようになったんですよ、すぐに行きたいと、で横浜からシベリア、ナオトカ行ってシベリア鉄道に乗ってヨーロッパ行きます、やっぱり建築の原点を見たいと、パルテノンとかパンテオンとかいろいろあるんですが、やっぱりヨーロッパだったわけですね。アメリカじゃなくてね、ヨーロッパ でパルテノン神殿だけは、建築を志したら絶対見ないかんという京都大学や大阪大学行った建築学科行ったやつが言うので行ったんですよ、何も分からない、これがどこがいいのかなといやでもあのそびえ立つ感じはまあいいけど、これどうそうもう言うんかな、分からなかった。教養のないのはいいですね、何も分からないんですからそれでマルセイユに行きます、最後はね、ここまで来たんだから、勇気を持ってアフリカに行こうと、象牙海岸行って、ケープタウンまで行って、マダガスカルと行って、それからそこからインド洋渡ってインド行っていろいろして、でアジアをうろうろして日本に帰った時に10ヶ月かかったんですけど、人間は知らないなと思いましたね、全然知らないと。で地球は大きいと、地球の中で仕事したいと思いましたね。だからまず地球儀をポンと置いといて、いつも地球儀を見てます、自分はどこの仕事しとんのかと。だから日本の若い人たちもどんどんね、出て行った方がいいですよ、で出て行ってね、亡くなるのも仕方ないと、諦めろと、だけど行った世界の大きな世界で生きる、その中で日本が生きるんじゃないですか。安藤忠雄の実質的なデビュー作となったのが1976年、30代半ばで設計した住吉の長屋である。木造の古い長屋をコンクリートの住居としてよみがえらせた。その後、コンクリートの打ちっぱなしと自然環境へのこだわりで、幾何学的な独自の表現の建築を次々と誕生させていった。この住吉の長屋っていうのは、まあ、デビュー作みたいな形だったわけですよね、これはやっぱ相当古いものと新しいもの、これうまくこう切り替えてるような気がするんですけど、三軒長屋でよく長屋ってありますよね、その長屋の真ん中を切りまして、その中にあのコンクリートの家を作ったというので話題になったんですけども、一つはあのコンクリートの中に日本人の生活の原点を作ろうと思ったんですね、で総工費、解体費も、あの補強費も、建築費も入れて1000万円という家だったんですね。当時の価格からするとどうなんですか。やっぱり厳しかったですね。まあ、もう一つはこうカットすると倒れるかからです。で私30代です、初めですから、まあ倒れた時は倒れた時やと元気ありましたよ。まあどないかなるだろうと、言ってくださいとバッと切ったわけです。わさっと倒れるわけです。あのこの家は真ん中が中庭、リビングルーム入って中庭があって奥に台所があって、階段で2階上がると。ベッドルームが2つあるんですけれども、この家はあのリビングルーム入って台所へ行こうと思ったら外を通ってからが中庭ですから、なんかだけど傘さしてみたいな、2階からトイレ行こうと思ったら雨降ってたら傘さしてから、で京都の町屋というのは全部中庭とか通り庭とかあるじゃないですか、あれですよね、でその上から降りてくる光と風だけを頼りに行くと、お父さん暖房はどうなの、暖房ないですよ、寒くないかと、それは自分で考えてくださいと、ね、それはやっぱ染み手が考えないと、どうしようかな、寒かったら1枚着ると、でもう一度寒かったらどうする、もう1枚着る、もう一度寒かったらこれはお金がないから諦めてくださいと、そういう家なんですよ。で2階でトイレ、あの冬寒い12月に雨降ってると、トイレ行こうと、夜の12時ごろ傘さしてから寒いし、もう諦めると、で諦めるのもあるこの家面白い、だから諦めても5時間ぐらいだと朝来るじゃないですか、我慢したら、日本人今我慢することもない、ね、雨降ったらどうしようかと考えることもない、この家行ってたらもうあの考えていいですよ、だけど住むのはなかなか格闘ですよ、ね、これは逆転の発想ですけど、ね、偉い人に頼んだなと、ね、あっちこっちにその話をしたら、安藤さん家と格闘するってとんでもないと、ものすごい評判あるから、もうむちゃくちゃ言われました。だけど今はね、あの家は本当に
原点のエコハウスやなと思った。確かに言われてみればね、エコっていうのはそういうところにあるわけですからね。自分の体力の限りを生きる家なんですよ。そのまま住んでおられますよ。あ、そうなんですか。すごいな。すごいでしょ。僕だったら無理だったら40年、いや上に屋根かけたらどうですか。いやいや、このまま行く、まあ、このまま行ってんですよ。志が伝わったって感じですね。そうね、その方はあのこの住まいがいい。もう一つはね、その人の原点に、はい、元々の長屋にも中庭があったんですよ。それも生まれ変わりですから繋いでるんですよ。だから再生してるわけですよね。蘇ったわけですよ、コンクリート で、はい、で私は建築というのは大きさじゃないと、やっぱり志と夢が描ける大きさのが大きいと思うんですよ。だからものすごい大きな何千坪の建物よりも5坪でも10坪でもね、大きな宇宙ができるものを作りたいと思ってます。それではなかなか仕事にならないけれども、はい、だけど本当はそういうことですね。そういう感性がね、そうですよね、なかなか難しいですよね。渋谷の駅のとこも、はい、結構生かされてますよね、そういうコンセプトが。あれね、あの東急と、はい、あのメトロとか、東京の地下鉄でこうジョイントした地下30メーターの駅、すごいですよね。これ初め考えたのはね、ロンドン、パリ、ニューヨーク、どこでも大体地下30メーターの駅、でここも地下30メーターなんで、だけどカーボンゼロとエネルギーゼロの駅を作ろうと、サイドから入ってくるドライエリアがあるんですが、帰ってくる風と鉄道の流れる風だけで冷房すると。で初め考えた時はほんまにうまくいくのかなと思ったんですけども、周りの技術者はすごいレベル高いですね。でやっぱり私はアイデアですけども、それを全部解決してくれる人たちがいて出来上がるんですね、すごいなと。でみんなとこうやり合いながら、上から入ってくる風と鉄道の流れる風で未だ冷房してないです、でカーボンゼロの駅で、これはね住吉の川と一緒で、真ん中の中庭から入ってくる、これはサイドから風が入ってくる、それだけでやってるんです。これそれにこう携わった技術者の人たちっていうのはどういう反応だったんですか。もともと初めは大きな日本一の日建設計事務所とか、それからあの東急コンサルタントとかいろいろ人たちが集まってね、みんなで考えるわけです。で私も考えるわけですが、彼らの技術によって出来上がってくることを考えると、日本のね建設技術は世界一です。私あのアメリカとかヨーロッパで仕事してますが、スケジュールがいつも遅れていくんですよ。スケジュール遅れたら大体品質悪いです。でスケジュール管理ができるのは日本最高です。オンタイムでできています。日本人はものすごいそのスケジュール管理も品質管理もきめ細やかな神経があって、この技術はねもう圧倒的世界です。ただね、その安藤さんが思い描いているようなイメージを形にしていくっていうことに対してこう情熱を共有できるかどうかってありますよね。こういうの頼まれたからこれ仕方ないから作るか。でもねこれはね、あの自分が設計をしてるじゃなしに、みんなでチームでやってますから、みんなでやってるぞというイメージなのもね十分困りますよね。だから私あの多くの建築は現場で担当した人の名前全部パネルに貼ってあるんです。そうしたらね、これは俺が作ったいう大工さん、俺が作ったいう酒屋さん、現場監督、で我々もあいうえお順番名前が入ってますから我々もそう言います、そういうのが多いのがいいですよ。いいですね。日本のね建築技術者はねプライド持ってますよ、この誇りのある時代にそれぞれの例えば家電も、ね、あらゆるもう家電からカメラからもう何かいろいろあるじゃないですか、そういう誇りのある人たちがおる間に立て直さないかと思いますね。やっぱり自分の作品として見ていけると、ああいろんな方がいろんな方向から、そうです、もうちょっとした建築ならもう1000人おるわけですよ、1000人が作った建築ですから、私も参加してますから、そういうふうにしていくとみんなね全力投球しますね。あとあの光の境界の、あのうまくその建物に自然の光を取り入れる、これはね、これもね、総工費2700万とか言われてね、で初め木造で作ろうと、いや安藤さん木造ではいかんと、コンクリート作れと、いうくせに、あの教会の方は2700万しかないと、であの60人入るようにしろと、で光の十字架のこうつけたわけですよ。で箱があって屋根ができないぐらいだったんですよ、お金がないので。そしたら建設会社のおじさんが、屋根は私が寄付をしたい、で屋根できたんですよ、屋根できなかったらね、青天のね教会でよかったと思うんですよ私は。で光だけを十字架にして大陸の教会を作ったんですが、
今光の中にガラス入ってるんですよ。うん、私はガラスのない方がさーっと風も来て、ね、光も来ていいなと思ってるんですが、うん、信者さんたちがとんでもないと寒いやないか。そこもちょっと考えてあげないと。だけどね、寒いからこそみんな心に一つにしますよって、そんなんも言い訳にならないで怒られて、あの今光ガラス入ったんですよ。だけど、はい、いつの時代か。時期かね、あのガラスを取ってやろうと思ってます。諦めちゃいけませんから、自分の、はい、まあイメージはガラスがないやつですから、ないやつということですね、なんとかガラス取りないやもでも、いやガラスは取りませんよ言いますからね。独学で建築家への道を切り開いてきた安藤忠雄の建築には、全てに施主との間で紡がれた物語がある。安藤忠雄と施主とのエピソードに迫る。